めっちゃ USA すごいすごいよこれ、俺ら私たちニューヨークの中心世界の中心にいるよヒカキン TV Everyday。 マロマロやばい時間がないですハロー YouTube どうもヒカキンです。ニューヨーク飛び立つ寸前のヒカキンです。今ですね朝の6時で7時半に家出るんですよ。だからもう1時間半ないんですよ。あと1時間くらいしかないんですよ。仕事でニューヨークの方に、まあ滞在は2日間なんですけど、飛行機入れると4日間仕事で行くので、ヒカキンニューヨーク旅の出発まで1時間しかない。パッキングやばいよ、マルオパッキングだよ。マルマルまた悪さするんか。入る？トランク需要あるか分かんないし、特になんかこうこうやってパッキングするとめちゃめちゃ旅で役立ったり、ニューヨークっていうところだとね、こういう風にやるといいよねとか、そういうの全然ないんで本当に僕が普段ね、こう海外とか、まあそういう遠出するときにどんな風にパッキングしてるかっていうのを お見せしようかなと思っただけなんで、パッキングするまずこれどっちの大きさでいくか問題ね。基本的に僕そんな荷物多い方じゃないと思うんですけど、お土産を詰めて帰ってきたいからこっちかな。まあリモアのねスーツケースってめっちゃいい値段はするんですけど、本当に作りも頑丈だし味も出てきたりね、使い勝手も最高で、旅行が好きな方は本当おすすめです。鍵もいらないからね、これこういう暗証番号系だからさ。さいぞー、ニューヨーク行くの5年ぶりぐらいかな。ニューヨークでね25歳ぐらいの時、アリアナ・グランデさんとニューヨークのトランプタワーのすぐ横くらいの超でかいホテルのねスイートルームでコラボしましたよ。ほんとあれ以来やばい前にどっか行った時のなんかいろいろ入ってんな、無駄なもんがあるあるだな。それじゃあ一気にもうここに持ってくもん、さっきね少しこう集めては置いたんで、バーンといきます。せーの、ボーン。ああ今準備中準備中、また悪さするか。こらこらこら、まーよまーよ、また悪さするか。おっちゃんはいいか、入らない。だいたい見えちゃってんじゃん、これこれから紹介しようと思ったのに。おもちゃん、それパスポートと財布。まあか、まあか、また悪さするか。まずね、今回フライトが確か12、3時間つったかな、13時間ぐらいはかかるらしくて、片道ね。で、僕のこれ戦法としては、ね、寝ないで行くんですよ。そうだから今日もずっと仕事してて、編集してて、まあ朝7時半に家出発して10時ぐらいの便なんですけど、寝ないと。そうしないと13時間ってずっと起きてんのきついじゃないですか。てか眠れないと。だからまず起きていく。でそこでいいのがこちら、じゃじゃん。まあ特にこっちかな、蒸気でホットアイマスクの柚子、これがね欠かせない。まあ箱ごとじゃなくていいんですけど、かさばんない程度にね入れていきますわ。俺っちは男のパッキングだから、別にもう綺麗にこう一個一個なんかポーチにまとめてとかしないしない。であ、待って、これ違うじゃん。ちょっと待って、これリュックだ。機内持ち込みだから、よいしょ、リュックに入れていきます。ただね、あの現地でいろいろ買い物とかしたり動き回るので、一番大きい、いつも使ってるリュック持ってきます。よし、これにアイマスクとかマスク入れて、で一応機内も長いのでね、歯ブラシと、あと普段持ち歩いてるね、頭痛薬とか胃が痛くなった時の薬とか、そういう薬とかのポーチ
で、リュックに、パソコン入れていきます。MacBook Pro。多分、なんだかんだ10時間くらい動画編集してると思います。機内では。ういういうい。で、これね、受けんのがね、僕最近、パスポート、10年ぶりについにね、作り直したんですよ。以前のものとの比較が、こっちだ。うん、いい歳の取り方をしたね。あまり老けてないんじゃないかな。前がやばいよね、これ。前がやばすぎるよね。誰だよっていう。まあ、いいとして、パスポート忘れたらいけません。で、まあ、普通ですけどね、お財布。そして、まあ、これだわな。ブリブリザイモン。これなんか両替して小銭でも入れていこうかなと思ってるんですよね。で、なんとね、この中にはへそくりが。わーお!1万円って感じで、はい、これ。空港で両替でもしていこうかな。まあ、ほとんどね、クレジットカードとかで買い物すると思うんで、あんまり両替しなくていいかなと思ってます。で、パソコンの充電器も機内に持ってきます。で、あとこちら。これはですね、僕のサングラスケースです。2個入るんですけど、こういうね、青い、ちょっとシャレオツなサングラスと、じゃんけんタイムの時の、めっちゃ黒いサングラス。これをいつも持ち歩いております。で、機内に欠かせないのがね、最近はもうこれがないとダメ。AirPods Pro。これ最高ね。どこにいても、無音の世界を自分のものにできる。で、音楽も聴けるからね、本当にいいです。AirPods Pro。これも、機内。で、基本機内持ち込み系多いな。はい、そしてこちらは、アンカーの、iPhone のね、急速充電器です。これはもう必需品。これも機内持ち込みたいね。これアメリカってコンセントどうなってんだっけ?もうまあいいか。まあなんとかなんだろう。なんとか。なんとかなんだろう。なんか、これ10年以上前に買ったなんかこのなんか旅戦艦みたいななんかこう、いろいろさせる系のやつに、日本のこのね、コンセントのやつなんですけど、めちゃめちゃ USB とかコンセントがなんか3、4本一気にさせるやつ。これも持っていくと便利と。これはまあ、スーツケースでいくか。てか、スーツケースに入れるもんが、衣類くらいしかない。あ、ちなみにこれ、この塊結構衣類なんですけど、そう、ちょっとね、衣類が多いんですよね。というのも僕、今回も動画の仕事の撮影で行くんで、ある程度着替えとかなんかこう、なんていうんですかね、撮影の時に着る服とかは、衣装さんとか、あとメイクさんもつけてないんで、自前で私服なんですよね。YouTuber っぽいでしょ?なので、髪の毛をね、現地でセットする。ワックスとスプレー。で、今回ね、これ初めてね、海外とかに持ってくんですけど、GoPro Max っていうね、新しい GoPro。めちゃめちゃこう、魚眼っぽく撮れるんですよ。それも、これなんとね、自分でモニター見ながら撮れる GoPro なんですよね、新しい。そう、両面にカメラがついてて、どっちも、すごい広く撮れる GoPro です。これでニューヨーク着いたら撮りたいと思ってます。これはね、今後ずっと持ち歩こうかなと。さあ、そんなこんなで、このかなり大容量なリュックも実はもうパンパンです、中身。これで。よし!じゃあ、あとは、衣類をね、スーツケースに入れていくんですけど、まず、今季節ね、この撮影してるのが今2月のもう中旬なんですよ。で、ニューヨークの気温調べたら、マイナス2度の日とかあるんですよね。これ大事ね。現地の気温調べて服を選ぶ。マイナス2度って下手したら北海道より寒いんですよ。なんで、まずこの、超ガチガチのね、革の風通さないアウター。こん中入れちゃおう。で、向こうで履く、ジーパン。やっぱジーパンはね、ユニクロのストレッチの効いたジーンズです。ずーっとこれ。そしてここからは、皆さん、お楽しみ。需要なし。って感じで、まあ、パンツとかも入れてきますわな。でもね、本当に現地で200くらいしかしないんで、パンツまあ3枚あれば余裕でしょ。うんちとか漏らさない限りは大丈夫でしょ。で、寒いのでこれ。これもユニクロのヒートテックのね、長袖長ズボン上下。これは持ってきます。ほんと以前ね、ニューヨークに11月か12月に行った時ね、もう地獄だったんだよね、寒すぎて。鼻赤くなるくらい寒かったんで。よし。あとはもう、はい。帽子かぶっていこう。あとは T シャツ、靴下、パーカーとかですね。 T シャツ最近はね、シュプリームの服を買うことが多いですね。で、この冬はね、これ ZOZO タウンで購入しているチャンピオンのね、この中くらいの長さの靴下。結構分厚くてね、これ非常に値段も安くて、3足セットとかで、このネイビー、黒っぽい色と白、もう毎日これ履いてます。10足くらい、秋くらいに買いました。 OK。 あれもう OK じゃない?これで。あと、はい。
これシュプリームのパーカー、これも入れて、あとね、ウームからもね、いろいろ差し入れもらったんですけど、あのマスクとか、これ嬉しいですね。ニューヨーク寒いようなので体調気をつけてください。春カイロとかももらいました。ありがとうございます。はい、スーツケースこんな感じ、片方にほぼ全部詰まったので、お土産はあっちにたっぷり買って帰ってこれるね。で、リュックはこんな感じ。まあもうだいぶパンパンです。いや、全然1時間もかかんなかったね。いや、すぐ終わったわ。リリーに終わりました。どうですか何点俺のパッキングね、70点くらいいってる。ちなみに丸尾智彦のね、お世話は僕のマネージャーにね、鍵を渡してるんで、僕がニューヨークに行ってる間はマネージャーがね、毎日世話をしに来てくれます。よし、空港着きました。これから行きます。このね、国際線の乗り場で必ずこのソフトクリームを食べるっていうねソフトクリームおじさんだよ。地下中自販機を発見。これはカビゴンが売ってる。買おう。おう、おう、よいしょホテルチェックインして、今日はなんか昔食べたね、好きなものとかを食べに行きたいと思います。いや、すげえ。フロムニューヨークシティ、ニューヨーク。イエー、ホテル到着。いきなりベッドがある。これアメリカの仕様家。ここはニューヨーク、世界の中心。いやー、すげー。グランドハイアットホテル in ニューヨークシティ、ニューヨーク。いや、うお、うお、なんだこのビル、でけえ、超でけえビルがある。ほら、地震とかがないから、なんか異様に細くて でかいのよ、ビルが。すげー外の景色。うわー、すごいね、これ。さあ、出かけよう。わあ。はい、今ですね、ニューヨークのど真ん中からタクシーで10分、15分くらいのところにある僕のおすすめの店。あのね、5年前に来た時もここで食べたの覚えてて、めちゃめちゃうまいロブスターロールが食べられるパールオイスターバーってとこに来ました。5年前の味をもう一度。パールオイスターバー。ダウダー、さあ、いよいよ初めてあれを目の当たりにする時が来そうです。ここめちゃめちゃビルがすごいんだ、うん、さあ、あれを見に行こうついね、僕ね、鳥を見るとね、なんかね、こうやってね、
込んでいきたくなるね、癖があるんですね。大チャンスです。すごいなんかニューヨークシティの鳥がいっぱいいるよ。でかいな、鳩。鳩とかは今まで追いかけたことあるんですけど、なんかでかいし、これ一瞬これ鳥だよねってなるぐらいなんか変わった鳥だね。ちょっと臭いんだけど。怖い怖い楽しい。ついにニューヨーク2回目にして初めて生で見れました。我々はチームだあれです。よーく見るとわーお、自由の女神でかいね、めちゃくちゃ。本当はなんかね、船とかですごい近くまでも行けるらしいんですけど、そこまで時間なかったんで、できる限り近くまで来たんですけど、いやーついに見れて、でかい。これね、これ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 自由の女神、これ この辺ね、このどれかこれどれかこれピンって感じで、これピンって感じで、これこれかな、これめっちゃ綺麗、ビルが。なんかケボーボーマンみたいなのがいるんだけど、何これ、ケボーボーマン、すごいの、ほらケボーボーなの。ちょっとたらこ唇でケボーボーマン、これ何マン、これかわいいんだけどさ、ここすごい、めちゃめちゃインスタ映えだこれ。ここも5年ぶりロックフェラーセンターのアイススケートのリンクですね、これ国旗がすごい。ビルがマジで高いのね、これで。5年前もね、このビル高えって言って驚いたのを覚えてる。はい、駅来ました。グランドセントラルステーションっていうね、ほらかっこいいね。天井が超高い、やばい。ニューヨークのね、大きい駅、すげー。これ伝わんないと思うけど、天井の高さが日本のどの駅よりも高いね、これはすごいわ。さあ、これからニューヨークでラーメン食べます。トンチンっていうところ来ました。イエー、お、すげえ、すげえ、これがラーメン屋。お酒並んでる、すごい、これ見て、ディナーみたい、すげえ、すげえおしゃれな、丼とかも、餃子がうまそう。優しい味だ。ニューヨーク来てもな。さあ、夜になりました。ここも5年ぶりにやってきました。
タイムズスクエア USA めっちゃ USA すごいすごいよこれ。夜なのに超明るい、眩しい、すげえ、めちゃめちゃ綺麗。この赤い階段も5年ぶり、久々に来たのね。この階段してなんとかコーラ、いやーすげえ。落ちても大丈夫ですか。日本人に遭遇。俺ら私たちニューヨークの中心、世界の中心にいるよ。すごいっすね。そうなんですよ、仕事で、まあ、明日帰っちゃうんですけど、やっぱここ来なきゃね。すごい。一番でかいらしいビルに登りたいと思います。ワールドトレードセンター、ワンワールドビルっていうらしいんですけど、541メートルらしいです。登りまーす。わー、あーあーおお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 、何これ、あっ、すごい、何これ、映像なんだけどさ、映像でまるで外見えるみたいになってる、何これあー、未来になってってる、だから耳がおかしい、耳がおかしい、耳、気圧がおかしい、おかしいよこれ。Welcome to One World Observatory. ついた、早い。102階って書いてある。フロア102。え？One World。マジこれ超高い。やば。来たー。102階。やばー。超景色いい。すごい。うわ、すげえ。見てこれ。うわ。うわ。地球の丸さがわかる。Thank you for visiting One World Observatory. Yeah, すごかったよマジで。はい、というわけで日本帰ります。アメリカ。た
いまーもっちゃんもっちゃん元気してた？ただいまもっちゃもっちゃにゃあらマロさんただいまいい子にしてた？本当に最高のニューヨーク旅でございました。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。ダーロク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 。